住之江シティナイターの第49回飛龍賞競争は、今回1週間にわたっての長丁場のラスト、いよいよ84レース目のファイラス決戦の第12レース優勝戦です。さあ、風が追い風で現在のスタートライン上風速は3メートル前後の追い風になっています。並びは1、2、3、4、5、6とスタート展示通りどうやら枠なりです。さあ、ゆっくりとインコース1号艇人気のミネリウッター、最後も看板レーサーのイン逃げ、圧勝なるかです。2コース2号艇で深川慎二、住之江連続優出、通算100回目の優勝なるかです。3コース3号艇で藤山正弘、今年2優出の2優勝なるか。そして4号艇野田大臣、引っ張るでしょうか。今年初優出、住之江17回目の優出。5号艇の松山翔吾が今年2度目の優出で、今回住之江初優出。6コースに回って6号艇の桑原優、近況好調、6場所連続優出です。さあ、4号艇の野沢大二が引っ張って、これで枠なり3対3に分かれました。ボートレース住之江の今回のロングランシリーズは、看板レーサー峰竜太の大本命のファイナル決戦となりました。優勝戦です。12秒芯が回っています。スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番3対3の枠なりで間もなくスタート。2秒1秒、今スタートしていきました。さあ、スリットはダッシュ勢から4号艇、5号艇、6号艇、ダッシュトリオが出ていきますが、1マークインから伸び返して1号艇のミネが先前、懐を2号艇、3号艇が差してきて、後ろ5番、4番、6番ですが、バックスエッジは見事な陰線から踏ん張って、1号艇のミネ、リュータが隅の V5 へと向かって先頭、一定身から二定身で2号艇の深川慎二と早くも人気と両者、そして3パッカラスイ、3号艇、6号艇並んで、後ろ5番、4番接戦、なおスタートは正常でした。第1ターンマーク、トップで待って、1号艇の V 候補の看板レーサー、ミネ、リュータ先頭、2パッて2号艇の深川慎二、後方3パッカラスイはアウト握ってわずかに3号艇が上がってきて、藤山上位が1、2、3で、ここで人気どころになっています。レースは2周目、先頭1号艇、2番手2号艇、3番手3号艇と、優勝戦は人気どころ内屋3艇が上位、バックスイッチへと入りますが、先頭1号艇、2番手2号艇、3番手3号艇のところ、6号艇攻めて桑原ですが、3号艇かわして藤山で、上位変わらず1号艇2号艇3号艇のインコース2コース3コース、後ろは水が出て6号艇の桑原で、後方5号艇4号艇接戦状態となっています。ラインタンマークはトップで待って1号艇の峰竜太が今年 V3 へと向かっています。そして2番手は2号艇の深川慎二、3番手には3号艇の藤山正弘、直線構成と戻ってまいりまして、上位が1、2、3で最終周回へと入ります。ラスト1周、先頭には1号艇の峰竜太、最後も見事陰線から踏ん張って断然人気に応えています。そして2番手が2号艇の深川慎二、3番手3号艇の藤山正弘、最後のバックスイッチへと入っていますが、人気どころ固まって1、2、3、これで1号艇の峰竜太今年3回目、住之江では5回目、通算では80回目の優勝が目前で、予定通りの看板レーサーの見事な優勝で、住之江は2年3ヶ月ぶりの優勝です。さあ、今回の1週間のナンバーワンレーサーは、看板ワンレーサーの1号艇の峰竜太、最後の直線クロスロングランシリーズは最後大本命の決着、まもなくゴール、優勝1号艇峰竜太ゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、6番5番4番ゴールイン。